ですね、ゲストの灰田翔子さんはどちらの相談員の意見に賛同されますか。はい、今回は吉谷相談員の意見に賛同して有効だと思います。日付が曖昧でも捺印と署名があるから大丈夫だと思います。なるほど、灰田さんは桜にまつわる何か思い出ありますか。美味しいカレーを出してくれた日。それが印象に残る日なんですか。カレーが大好きなところが、まあ、嫁さんが出してくれるカレーがちょっと口に合えなかったわけですよ。でも外でも食べるねんけど、やっぱり家で食べたいなと思って、でこれやっていうのが出てきたときに、これは素晴らしいなと思って、その時に遺言書を書いたんです。そういえば、でも何日か前に、はい、吉谷さんの奥さんからメールがありまして、夫が初めて私の作ったカレーを褒めてくれたって言ってはりました。それで、どんなカレーを作ったんですかって聞いたら、レトルトカレーって言ってはりました。なあほな、カナー相談員はどうお考えで。はい、これは残念ながら無効だと思います。やっぱり遺言書っていうのは財産の行方を決めるも厳格なものなので、はい。